ミスタードーナツって食べたことあります？ミスタードーナツない。友達に誘われないのに。ミスタードーナツってドーナツが買ってこないね。いつもパンとかさ、はいはい、うん、そういうのばっかし、うん、うん、あーこれ美味しい。美味しい。はい、あーもう、はい、うまい。譲ってあげて、はい、優しいですね。ね、ほらお腹いっぱい。ただで食っていくせに生意気やな、僕は。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。ちょっと私聞いたんですけど、この前岩川さんと松屋に行ったって言いました。行きました行きました。はい、松屋ね、まあ皆さんも知ってると思いますけど、超有名牛丼チェーン店。はい、もう吉野家か松屋かぐらいな感じですよね、もう。はい、そうですね。都内だったらもう本当各駅に1店舗あるんじゃないかっていうぐらい、ぐらいめちゃめちゃ見かけましたよね。はいはい。その松屋、この前、岩川さんの行った時が初めてだったんですよ。初めて。人生初めて。初。はい、2人が初めてですもん。60歳、61歳の2人が、初松屋。松屋。本当動画回しとけばよかったですよ。どんな感じだったんですか、岩さん覚えてます？いやもう本当発展途上国の子供連れて行ってような感じで、はい、あもう美味しいやー、こんなの初めてだやー、うん、セットで頼んだら卵くるじゃないですか。はいはい、卵がセットのやつありますね。うん、であれ牛丼にかけて食べるじゃないですか、うん、それまーさん知らなくて、うん、そのまま生卵と思ってえ、なんかボクサーとか目指してるんですか？なんか思ったの、だからね、そんなセットだと思ったの。別々に置いてあるのかなと思って、はあ、このばあさんのこう牛丼にこうかけているんですよ、もう、はあ、びっくりしちゃって、もうそれが本当なの、かけて食べるのが、醤油かけて食べるのが本当の、あれがしょっぱくないってことないの。白いご飯にね、かけると分かるけど、はいはいはい、牛丼にかけるって文化がなかった。牛丼に卵かけて美味しい。だからまろやかなって、うん、あ、多分みんな知ってます。牛丼に卵かけてマウント取れる世界ってあるの？私は知ってるよみたいな。でも分かんない、知らない人もいるかもしれないね。菊さんありがとうございます、ね、もし知らない、いや知らない人ももしかしたらいるかもしれない。だから今菊さんに感謝してると思います。牛丼とかは食べたことありました？まあ、ない。もう牛丼自体初生まれて初めて。だって柏で牛丼なんかない。いや絶対ありますよ、柏も。吉野家、松屋、すき家とか多分ありますよ。このようにね、はい、もう初めてのことがいっぱいあるんですよ。すごいですね。そうです。で僕それ。豚のタンは食べたことあるけど。はい、豚のタン、はい。そうそうそう、豚のタン牛じゃなくて。すごいよ。あるよ、それは美濃屋で。はい、だけど。なんだよ、ミノヤちゃん。ちょっとミノヤの話はもう知らない。ちょっとたまりましょうか。ちょっと、ね、聞きたいんですけど、あなた方ケンタッキーって食べたことあります？ケンタッキーないです。ケンタッキーないよ。そうなんですよ。なんでそれケンタッキーって。なんかその松屋初めてっての聞いて、いろいろ他にも初めてあるんじゃないかと思って聞いたら、うん、ケンタッキー初めてだっていうのを伺ったんで、はい、ちょうどですね、ちょっと岩川さんが、はい、視聴者の方に LINE のクーポン、はい、無料のチケットですよね、ケンタッキーの無料クーポンみたいなのもらったんで、はい、今日ちょっとそれで買ってきてもらいました。あ、はい、じゃあちょっと岩川さん持ってきてもらって。あ、はいはいはい。唐揚げね。まあ唐揚げっちゃか唐揚げでまとめられちゃうとちょっと。じゃあケンタッキーです。はい、こちらね、まあ、はい、知ってる方ほとんどだと思いますが、はい、でも初めて見るから、ちょっとじゃあ初めて見るとこも、あーすごい、うん、まさ完全初めて、初めて。じゃあちょっと開けてみましょうか。テレビではある、テレビではある、もう開けてみましょう。あ、積極的ですね。すごい。黒目は知ってます。普段動かないのに。クリームはクリームはこちらですね。あ、これでこうやって食べるんでしょ。じゃあ菊さん、60歳で初めてのケンタッキー、はい、食べてみましょうか。はいはい、食べてみましょう。あ、もう、はい、うまい、うまい。
早いですね。お米好きなんだろうな。なんか食べる寸前にもう美味しいって言ってましたけど。はいはい、食べてください。はいはい、食べてください。あ、骨もね、骨もあるから、はい、これ、ですかね、うん、うん、ま、あ、なんか山間みたいですよかった、マーさんも、あ、いいですか、じゃあ、はいはいはい、食べてください、はい、いただきます、はいはい、はい、うん、うまいうまい、これよかったですね。私のおかげですね。サンキューベリーマッチョ。はい。サンキューベリーマッチョ。本当にサンキューと思ってますか、キクさん。硬いな。うん。硬い。うん、硬い。はい、もう終わりです。あ、もうマーさん完食。はいはい。うまい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ちょっとデザートもあります。え、これもチケットでもらったんですけど、はい、いや、またまた LINE で無料クーポンもらったものがあるんで、それを持ってきたそうです。はい、岩川さん。はいはい。あんたたちミスタードーナツって食べたことあります？ミスタードーナツって。あ、ミスタードーナツってテレビやってたよ、ミスタードーナツって。あ、そうです、それ。あ、これ伝わるかな。なんか裸見たら嘘つきにしか見えなくな。本当に知らないんですよね。あの名前はなんかその CM でなんか。そう、テレビ来たことない。テレビ来てるな。あ、じゃあ完全にキクさんもまだまだまた初めて。それはね、それ本当に。テレビあります。テレビはもうあるな。何回も何回もな。はい。うん、はい。はい、こちら岩川さんが、はい、クーポンでもらってきましたミスタードーナツです。よかったな、おいしい、うん、こっちに食っちゃった、骨も、うん、骨が欲しい、全部食った、うん、じゃあせっかくなんでね、岩川さん、ミスタードーナツ、はい、これちょっと2人食べてもらいましょう。ああ、食べてもらいましょう、はいはい、これね、全部味違うんですよ。へ、一番なんでしょうね、ベーシックなのどれでしょうね。ベーシックっていわゆるドーナツとしてはこれかこれかな。うん、私これいただきます。あ、早いですね。あ、早っ。やっぱ一緒だな。ちょっとね、最初は一番ベタなの食べてもらおうと思ったんですけど、いきなりポンデリングいっちゃいましたね。じゃあ、はい、マーさん、それおいしい。ちゃんとね、2人で食べるように半分に分けて、なんかマーさんの方が僕よりずっと理性的です。そうですね、岩川さんはやっぱりキクさんと同じ村って感じです。やっぱ似てると喧嘩になりますね。イライラします。まだ撮ってるだろって。あなたがいつもそれやってるんですけど、ね、まだそれ出ますと、もはい、じゃそれちょっと食べてもらって、これさつま汁だって美味しい、どうですか、美味しいですか。これ甘いのは全然大丈夫、うん、ドーナツって食べます？普段ドーナツが買ってこないね、いつもパンとかさ、はいはい、うん、そういうのばっかし。なんのお菓子みたいなドーナツは買ってくるけど、買えないね、うん、みたいな。あ、菓子パンみたいなたまに、うん、はいはい、コンビニとかのね。よかった、違うやつも。はい。いろいろ、多分味も違うと思うんで、食べ比べしてみましょう。食べ比べしてみましょう。ほら、どこら辺、うん、じゃあ、食べ比べだよ。ほら、うん、あ、ちゃんと分けて。はい、うん、真っ青ね。ピタピタで、あんまりこんなの。すごい指食べてますね。ピタピタね、あんまりね。セックスアピールです。てか、私いつもこうやって食べるの。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。やっぱ、それぞれ味違いますよね。うまいです、ほんとに。あ、おいしい。うまい。
はい、ポンデリング、これはイチゴチョコがかかったやつですかね。これまたちょっと違うんです、はいはい、さっきまでの普通のドーナツ。ほら、はい、うん、おめでとう、ほらほら、一気に一個食べちゃうから、なんかお腹いっぱいになってきたでしょ。ね、考え出しに。あ、どうですか、ポンデリング。あ、これ美味しい。これも、あ、うまい。うん、なんか食感が違いますよ。うん、いやー、これも出しても美味しい。全然違う。ちなみに僕一番好きはこれです。岩川さんおすすめの。食っちゃってもう早く食べちゃった。もうすぐ食べちゃいました。すごいですね。こんなにまだ手に持ってない。あれ、また一個食べ終わる前に次のどんどんいっちゃうんですね。うまい。山川さんもそれ。やっぱカスタードクリームだ。うん、まさこれ、食べてみてください。おいしいのあ、うん、いいでしょ。うん、僕これそのままパクって食べてください。はい、なんかちゃんと上がりました。あ、これもうまい。これもうまい。みんなうまい。これは初めてだ。これどうですか、マサ、その今いっぱい食べましたけど、はい、どれが一番好きでした？味的には全部美味しい。全部美味しい。言えない、もう全部が全部美味しい。あ、そこ全部マジで。さっき言って私言うの、はい、イチゴ、さっき言った岩川さん食べたの、うん、10番、うん、で3番、4番がさっきの味の食べたの、最後の、うん、俺は全部が全部美味しい。あ、なんかここも2人のなんか性格の違いが出てますね、うん、はい、ちゃんと順番をきっちりつける菊さんと、全部うまい。俺は全部。私、頂戴したもん。うん、おめえやな。はい。逆にほら、これ、ほら。あ、そう。譲ってあげて。はい。優しいっすね。ね、ほら。お腹いっぱい。今日は。お腹いっぱいです。おめえ、ただで食ってるくせに生意気やな。ほんとだよ。え、ほんとに。お腹いっぱいって。腹減ってる前食え、この野郎。ほんとだよ。食べたいんだよ。やめてよ。俺はこれ食べたいんだからね、これ。いや、でもじゃあね、今後もなんかね、お二人に食べたことないものを食べてもらうのがいいかもしれないですね。ありがとうございます。まあ、クーポンもらった時だけですか。絶対に自腹は切ります。別にやっていきますけどねって、あなたが言うんだったら、あなたは自腹でやってください。すいません、そんなに怒ると。いや、せっかくなんか初めて食べて、ね、喜んでもらってるからいいなと思ったんですけど。しかもこれも私のクーポンですからね。当たり前みたいにしてますけど。はい、あなたの自腹でやってくださいね、ついから。あれやったら僕一人で食べれたんですからね。まあ、二人であげちゃいましたからね。はい、ありがとうございます。どうも、はい、本当にごちそうさまでした。どうも、来ました。はい、テンション低くなった。あれ？お腹いっぱいで元気なくなっちゃいました。本当、本能のままでですね、最初すごい元気だったんですよ。食い終わったらもう終わりですか。男だったらあれですからね、エッチした後もうタバコ吸ってもう喋らないような状態。お父様、お父様。はい、わかりました。ありがとうございました。どうもどうも、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。サンキューベルマス。どうぞ。どうぞってと日本語でいいや。そこ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 面白い、いや、とても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。